伊佐山春樹2月11日から1990年6月12日は、日本の陸軍軍人、陸軍中将、福岡県出身、第17代台湾軍参謀長、その後第10方面軍参謀長。1945年10月25日、国民政府代表との降伏式典に、台湾総督、安藤都吉と共に、台湾総督府代表として出席し、 任を終える。管理、伊佐山とラジカの次男として生まれる。中学秋吉校熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、陸軍主管学校を卒業。1915年12月、陸軍不評少位に任官し不評第38、連隊付となる。1925年8月、不評第38連隊中隊長となり、 参謀本部付勤務、参謀本部員、フランス大使館付部官補佐官などを経て、1930年8月、不評調査に昇進。不評、第24連帯付、参謀本部員などを歴任し、1937年11月、不評大佐に進級し、参謀本部課長に就任。独立不評第十一連隊長を経て、1 9四十年八月、 陸軍少将に昇進し陸大付となる。1943年10月、陸軍中将に進み、終戦を第10方面軍参謀長として台湾で迎えた。1946年4月、戦犯容疑により逮捕され、同年7月、終身刑の判決を受けた。1955年9月に仮釈放となった。後、富士自動車工業専務を務めた。 ありがとうございます。